村下さんのところにずっと26の時から行き始めてですね、その時に村下さんは仁王っていう大きな花持ってたんですね。でそれは足利の荒川さんっていう人が、まあ、山取りしたやつを村下さんが1週間ぐらい通い続けて拝み倒して譲ってもらったっていうのを、聞いたんですけど、でその仁王を使ってですね、交配すると、まあ、とても大きな花になるっていうのは、まあ、その後わかるんですけど、でその仁王を村下さんが友達の小山の方に譲って、でその、品物を使ってその方のいとこの人がですね交配したやつで、セルフをしたから結構大型なタイプができたんですね。まあそれなんでちょうど花が咲く頃になると村下さんと言っていいのが咲いたっていうのを分けてもらったりして、確か3万円だったと思うんですけどね、2、3回咲いたぐらいで3万ぐらいで買ってきたんですけど、その頃の給料は多分15、6万ぐらいだったような気がしますね。でまあそういうので交配したりしていたずらしてたんですけど、まあ後になって、まあ、その後になってっていうのはまあ10年ぐらい経ってっていうことですけども、その仁王を使った大型のタイプ、それが今の有頂蘭の主流になった大きな花っていう、まあ、始まりだったんですね。まあ、ですからあの時村上さんがその仁王を荒川さんから手に入れなかったら今の有頂蘭こんなにでかくなってないっていうことですね。